大好きだけど大好きだとは自分からは言わないね。しょうがないな、しょうがないよね。好きになった方の負け。君のガラスの靴脱がせるのは俺。おい、今夜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 帰るな。12時過ぎて君が帰らないなんて俺の彼女になるつもりなの？ねえ、この後もし勇気が出たら冗談で言おうかな。大好き。無理無理無理、やっぱ無理。君の彼氏になりたいとか無理無理無理、やっぱ無理。絶対言えない、絶対言えない。どんなに寄り添った時間を過ごしたって君は12時に帰るんでしょ。8時、9時、10時、11時、8時、9時、10時、11時半。遅くまで昨日ありがとう。連絡したってないレスポンス。ああ、余韻が冷めない。今日君は誰と？ねえ、どんな靴を履いてる？でもね、次に君に会う時まで服を買ったり髪を切ったり。いつもとは少し違う言い方練習しておこう。チューして。無理無理無理、やっぱ無理。君の彼氏になりたいとか無理無理無理、やっぱ無理。絶対言えない、絶対言えない。どんなに寄り添った時間を過ごしたって君は12時に帰るんでしょ。その目もその手もその髪も笑顔も全部がたまにね、俺のものみたいに思えちゃう。で消えちゃう、返さない。無理無理無理、やっぱ無理。君の彼氏になりたいとか無理無理無理、やっぱ無理。絶対言えない、絶対言えない。どんなに寄り添った時間を過ごしたって君は2時に帰るんでしょ。8時9時10時11時8時9時10時11時半。スノーマンで君の彼氏になりたいでした。これ最後だけ2時になってるんですけど、12時じゃない。なんで2時なの、ここだけ。書いてました、そういうなぜみたいな。あ、本当？人が多くて、うん、君は2時に帰るんでしょ。あれ、何、間違えた、間違えたのかと思った。まあ考察ですけど、うん、12時に帰るのを、まあ、なんとか引き止めたっていう。頑張ったってこと、はい、そのやっぱ無理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 って言えないって思ってて、たなん、これ多分あの何回目、何ターン目、3回目ぐらいかな。ターン、そうです。もう1、2、3。でもあのここのセンテンスの前に結構あの意思表示してるもんね、返さないって。意思表示してるから、頑張って言えない言えないって言ったけど、頑張って寄り添った時間が2時間増えたと。よかったですね、これ。いや、分かんない。誰に言ってんの。すごいですね、なんかこう若い青春の恋の感じの詩ですね。切ない恋模様。ね、好きになった方の負け、まあ、そうね、なんかどっちが自分好きか どっちがね、自分より相手の方が自分のことを好きか、自分の方が相手のことを好きか、その度合いがね、どっちかっていうのは確かにあるのかな。すごいな。無理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 がいいよね、これ多分。無理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 、このなんか繰り返すっていうので、でもなんとなくこれ3つなんですけど、無理無理無理でやっぱ無理なんだけど、でも大体 みんな「えこれできる？」って言って「無理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 」とかって言うと「無理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 」大体4回ぐらい、なんかいろんなのが「無理無理無理」とか「無理、いけないいけないいけない」とか「ダメダメダメ」とか、1回で言う人もいるじゃん「ダメ」とか「無理」とかって言うと、すごいもう拒絶って「無理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 じゃないんじゃないかっていう無理っていう。ダメ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 みたいなのがあの
なんかすごいある時なんか観察してて思ったら、なんか無理無理無理、それ本当無理かとかさ、なんかえこれ食べれますか、無理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 とか、本当に無理だったら多分1回とかになる、これ食べる無理とか、あともう絶対無理みたいなさ増えれば増えるほど可能性がなんか無理無理の無理がなんか無理、この無理はなんかあのね無理じゃない、たた自分との葛藤の無理みたいな感じがしますよね。本当にどうでもいいけど、なんかひらがなの無とか可愛くないですか結構好きなんですけど